審判は主審が中野翔一さん、そしてサービスジャッジが塚原光子さんで行われます。混合ダブルスといいますと男性と女性がペアを組むということになるんですが、はい、塩田さんはどんなことを意識してこのコートでプレーをされていましたか？やはり男性のスマッシュっていうのはすごく早いものなので、とにかく恐れずに前に出ることっていうのを一番心がけていましたね。スマッシュに対しても思い切って返す、そしてチャンスがあればどんどん自分が前に出ていくっていうのがすごく重要になっていくと思います。西山由美子さん、両選手ともに攻撃力がある男性選手、そこに対する2人主に前衛という形になりますが、前の女性選手のプレー、このあたりも注目ですね、はい、さあ試合が始まります。画面手前が田村米本、画面奥が佐藤西山のペアです。西山のサービスで始まっていきます。スマッシュ佐藤、この佐藤の強力なスマッシュです。やはり力強さがありますね。そうですね、キレもありますね。ラリーポイント、サービス権に関係なくポイントは入っていきます。拾う佐藤、今は女性の西山を狙っていきました。神村、神村選手も思い切って今打っていきましたね、はい、すごくいいと思います。どちらもまず男性選手が攻撃力を見せてきました。このミックスダブルスは男性のサーブがいつもより女性よりも後ろから打つんですよね、はい、それがダブルスと違った特徴の一つではあります。男性が前、あ、女性が 前、男性が後ろという形で打っていきますよね、はい、その佐藤のサービスです。スマッシュ返す、打ち込んでいく、アウトです。いや、今はカムラが積極的に打っていきましたが、よく返しました佐藤西山、はい、3対1、2ポイントリード。スマッシュ、今度は佐藤打ち込む。ここまでは両男性選手の勢い、攻撃力というのが見えています、はい。4対1、佐藤西山がリード。入っている神村、おっと前に来た球、米本が打っていきましたがネットにかけています。この米本と神村というのは4年目という経験十分なペア、互いの動きというのも少しずつ分かってきているという話はしています。9月のジャパンオープンでは3位に入賞しましたし、今着実に実力はつけてきています。はい、拾っている、コンビネーション、6対1、5ポイントリード。こういうところですね、佐藤選手のうまさっていうのは、よく相手を見てますし、すごくいいコースに落としましたね。そうですね、過去3大会のオリンピック経験のある佐藤。画面の手前、西山は早稲田大学を卒業して今年 NTT 東日本に入った選手。サービスラインまで届いたかどうか、届いてポイントです。7対1、6ポイント差、見ていきましたが入りました。ちょっと差が離れてきました。やはり中村選手と根本選手は少し緊張もあるのかもしれませんね。そうですか。佐藤選手はやっぱり経験がすごくありますので、落ち着いてプレーをしていると思います。この神村、米本としてはどういったプレーをしていきたいですか？そうですね、今少し離されてしまっているので、ちょっと落ち着いて、とにかくくっついていくという、点数を離されないというのが大事だと思いますね。これ以上は離されたくないところですね、はい、今6ポイント差、はい、西山のショットが入りませんでした。西山はなるべく佐藤の邪魔をしないようにというような話もしていましたが、
ミックスダブルスは女性の役割というのがすごく大事なんですけれども、はい、シャトルを追いすぎても良くないんですよね。あ、そうですか。で、迷わずにはっきり動くことによって男性がうまくカバーをしてくれるっていうのがあるので、まあ、邪魔をしないようにというよりも、まあ、自分の役割をしっかり果たすっていうふうにも捉えていいかもしれません。なるほど。田村米本のポイントです。前衛に集中したいという話ですね、はい、西山はしていましたが、はい、今は少し、まあ、2人が横に並ぶような関係にもなりました。主には女性が前、男性が後ろということになるんですが、こうしてフォーメーションも変化はしていきます、はい、西山選手今はよく読んでましたね。きちんと前に出して、あの田村選手がハーフをついてくる球をしっかり前で抑えましたね。お父さんは男子でシングルス2度優勝したことのある西山博さん、お母さんの美代子さんも選手だったという西山。9対4ネットです。田村米本はここから追い上げていくために佐藤にあまり打たせないようにということを考えるというのはどうですか。そうですね、あまりあの佐藤翔二選手に気持ちよく打たせないというのがすごく大事になってくると思います。前スマッシュカメラ決めてきました。西山の方を狙っていきました。今みたいにやはり上げさせてそれから女性に対してスマッシュを打つっていうのはすごくいい形だと思います。佐藤に上げさせてというポイントでした。ここも西山狙う、よく返した西山、ただ決めていきました。今と先ほどと同じような形、はい、これが田村米本にとっては一つポイントになる形になるんでしょうか。そうですね、今みたいな形が一番理想的だと思うんですけれども、まあ、西山選手はここで頑張って一本つなげれば佐藤選手が何とかしてくれるというふうに思います。9対7、2ポイント差まで詰め寄ってきた画面手前、田村吉本、田村米本見ます、入っています。佐藤西山切りました。ミックスダブルスは今みたいな形でも女性が後ろでも男性が前を決めてくれるということもあるんですよね。先に10ポイント、11ポイントでどちらかが取りますとインターバルです。入っている。ちょっと今あの西山選手がサーブの後にどっちに張るかっていうのを迷ったので、後ろの佐藤選手もちょっと動けなかったっていう風になりましたね。それは左右どちらかをケアするということですね。そうです、はい、打っていく、ギリギリいっぱいのコースです。入っています。ダブルスのラインはこの外側のラインがサイドライン、そのサイドラインいっぱいのところ、点差が6ポイント最大で開きましたが追い上げてきました。今度は佐藤西山、これで11対9、2ポイントリードでインターバルに入ります。やはり佐藤にチャンスボールが上がるとポイントにつながってきます。そうですね、まあ、出だしはそういうふうに佐藤選手 あのリズムで試合流れが試合展開があったんですけれども、後半は米本選手も田村選手もちょっと落ち着きを取り戻して2人らしいプレーが見えてきましたね、はい、田村米本としてはその狙い、佐藤に上げさせて西山を狙うというポイントがありましたが、はい、これを考えていっていいですか。いいですね、あの後半そういうふうにあの西山選手を狙ってあのスマッシュを打っ ていけていたので、そういうプレーがどんどん出てくるとちょっと有利になるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、佐藤選手もやっぱりそれだけでは終わらせないという技術もありますし、うまくこれからゲーム展開を作っていくと思います。同じ所属ではありますが佐藤西山あまり練習時間、この混合ダブルスの練習時間としては1、2割程度という話をしていました。佐藤はシングルス男子ダブルスも出場しています。佐藤選手はタッチが早いんですよね、はい、何気なく打ってるようなんですけれども、打たれた方はいつもよりも早いペースでシャトルが返ってくるんですよね。今度は前、そしてスマッシュ、叩き込む、最後は佐藤が決めました。39
佐藤のスマッシュから作っていきました。これも打点があります。高いですね、はい、ずっと女子の選手に打っていたんですけれども、初めて今神村選手は米本選手の方にスマッシュが上がるのかなと思ってたんですけれども、はい、自分のところに来たのでちょっと慌てたっていうのもありましたね。なるほど、アウトです。そのあたりはただ女子選手ばかりを狙うのではなく、目先を変えていくといいますか、狙いを変えていくというのも効果的なんですね。そうですね、男子選手はどうしても女子選手をかばおうとしていまして、自分のことよりもかばう方に意識がいくときがあるんですけれども、はい、そういうところに男子選手にスマッシュを打つと有効的になりますね。なるほど、スマッシュ西山狙う、返している、長いラリーネット、早い展開になりました。この神村米本、持ち味の攻撃力というのも出てはいますが、はいはい、神村選手も今狙ったんですけれどもね、ちょっとネットに引っかかってしまいました、はい、よくただこの西山も狙われているところ返してもいます、はい、14対10、スマッシュ西山、今度は佐藤が前で攻撃を続けました。米本選手も我慢しましたね、はい、きっと佐藤選手は爪も早いので、普通はここで佐藤選手がエースを取る形だったと思うんですけれども、よく引かずに付き合っていきましたね。そうですね、この辺りというのは前に出てきている佐藤、恐怖感といいますかあるのではないかと思うんですが、そうですね、すごく感じると思いますが、負けてなかったですね、はい、ここも返す、上がっている米本、カブラ決めてきました。ここも見事な米本の返しがありました、はい、米本選手よく取ってますね。すごく今反応も良くなってますし、どんどん返せるようになってきましたね。逆に西山選手もすごく反応良くなってきましたね。ずっと狙われてたんですけれども、しっかり返せるようにはなってきてると思います。ネット際の女性選手、あ、ここは西山のミスです。14対13、3ポイント神村米本が取って、また1ポイント差詰め寄ってきました。何か大混戦の今大会を象徴するような決勝戦になりそうな予感です。ミックスダブルスは本当に実力差がないので、もう流れによってゲーム展開はどんどん変わっていくと思います。追いついてきました、田村米本、14対14、最大6ポイント差を追いついてきました。ここからが勝負ですね、入っている。さあ田村米本逆転、先に15ポイント。米本選手よく読んでますね。自分がちゃんときちんと役割を果たしていると思います。その勝負のここからのポイントといいますと、どんなところになってきそうですか。西山選手は特に今逆転にされて、怖がらずにとにかく前に出ていくっていうのが大事になりますね。でもさすが佐藤庄司先輩は、庄司さんは、こう競った場面で点数を取ってきますね。今そうですね、はい、ここは同点に追いついてきました、はい、そして佐藤のサービス、前打ってきました。再び佐藤西山1ポイント勝ち越し。逆転されて少し気持ちが引くかなと思ったんですけど、佐藤さんがしっかり点数を取ってきたことによって、西山さんもまた思い切って触れるようになってきましたね。経験の浅い佐藤、西山をリードしたいという話をしていた佐藤、前と佐藤を狙ってきた。ここは佐藤を狙ってポイントです。米本気持ちが前に出てますね。全然怖がってないですし、思い切ってどんどん前に出てますね。こうやって男子の選手に決めることによって、女子の選手はすごく自信が持てるんですよね。そうですか、はい、16対16、先に21ポイント取った方がものにします。この第1ゲーム入っています。ギリギリいっぱい、今は奥を狙っていきましたサービス。男子の選手にロングサービスを打つというのは結構勇気がいることなんですよ。
でもよく今はタイミングずらしてよく打ちましたね。中途半端になると打たれるという危険性もありますもんね、はいはい。西山返す、オッペ、カメラ、米本、ラインは入っている、いっぱいです。さあ2ポイント差、カメラ米本リード。リズム出てきましたね、2人らしいプレーが出てきました。少し序盤は佐藤の勢いに押されているような印象もあったカメラ米本、声も出てきました、はい。このカメラも今年早稲田大学を出て社会人ですから、対戦相手の西山とは早稲田の同級生という、どちらも社会人になったばかり。さあまたここは佐藤西山がポイントです。この要所要所での佐藤のプレーですね。うまいですね。簡単に打ってるように見えるんですけど、フェイントがかかってるんですよね。そうですか。なので今は反応できなかったですね。このテクニックでオリンピック3大会出てきました佐藤。入っている。今度は神村米本追いつかせません。ちょっと球が短かったですね。あ、この西山の返球ですね、はい。今はもうネットに落として逆に上げさせて佐藤さんに打たせるって形でもよかったのかもしれませんね。あと2ポイント、画面手前神村米本、ネットに当たって、これはただ手前でした。佐藤西山です。一つ前のラリーで上げてしまって打たれてしまったので、今はうまくネットを使ってエースを取りましたね。追いついてこれるか佐藤西山。上げて神村、佐藤の側に打ってのポイントで第1ゲームのゲームポイント。まずこの第1ゲーム、結成4年目のペアが奪ってくるか。佐藤のポイント、リターン前、よく返した、叩き込んでいった、2人の間でした。西山選手よく返しましたね。そうですね、こうやって一本女性がしのぐことによってチャンスはやっぱり生まれてくるので、どんどん返せるようになってきたので、ここはチャンスでだと思います。もう一本しのげるか佐藤西山。西山のサービス、叩き込んでよく返している、反応する佐藤、アウト、西山ネットにかけた。第1ゲームは神村米本が取りました。21対19、どちらもこのペアとしては初めての優勝を狙う混合ダブルスの決勝。まず若い神村米本がリードする展開で始まりました。はい、1ゲームを取ることによってきっと心の余裕もできると思いますし、はい、2ゲーム目はもっともっと2人らしいプレーがどんどん出てくると思います。あ、そうですか。さらにこの攻撃力というのが光ってくるのかどうか。放送席はロンドンオリンピックの代表、去年のこの大会の混合ダブルスのチャンピオンでもあります塩田玲子さんです。はい、塩田さん、一方の佐藤のペアとしては、はい、これからどんなことが必要になってきますか佐藤西山。そうですね、1ゲーム目は佐藤選手のいい流れでリズム展開できてたんですけれども、もうそれに対して神村選手と米本選手はよく対応してきたので、逆に2ゲーム目は2人がどんどん、神村選手と米本選手が2人らしいプレーをどんどん出してくると思うんですけれども、はい、とにかく怖がらずに西山選手は前に入っていくこと、そして佐藤選手にたくさん攻撃させることっていうのが大事になってきますね。今日4種目目の決勝混合ダブルス、一日熱戦が行われている東京代々木第二体育館。この全日本というのはバドミントン選手にとってもまた独特の舞台なのかとは思いますが、はい、20秒、やっぱり全日本総合というのは国内でも最高峰ですし、何としてでも取りたいタイトルだとは思います。セカンドゲーム、
ラボール、プレイ。その初タイトルをかける両者。神村米本がまず第一ゲームを取りました。今度はエンドが変わりました。西山ネットにかけてしまいました。第一ゲームを取った神村米本、画面奥がまず最初のポイントです。ちょっと米本選手のサーブが浮いていたので西山選手は狙いに行ったんですけれども、ミスにつながってしまいましたね。ここはポイントにつなげてきました。サービスは特に女性は前から打つことになるんですが、はい、どんな心がけが必要なんでしょうか。男性は女性よりも一歩前で構えるんですよ、はい、なのですごく威圧感もありますし怖いんですよね、サーブを出すのが。でもそこを怖がらずにいいサーブを打つっていうのがすごく大事ですね。なるほど。22歳と23歳というこの両女性選手です。3対1、神村米本、第1ゲームを取った2人がこの第2ゲームも序盤リードです。サービス周り4球以内にラリーを制すると結構楽に取れるんですよね。あ、そうですか。今も2球目で取ったので、こういう展開になってくると神村米本選手はちょっと気持ち的に余裕が出てきますね。神村米本は特に早い展開、そこでポイントを取っていきたい。はい、いっぱい入っている。5対1、神村米本4ポイントリード。米本選手も前で反応しているんですけれども、そこで取れなかった球をしっかり神村選手がカバーをしていますね。すごくいいコンビネーションですね、はい、今年の9月に結成したばかりという佐藤西山、少し苦しいこの第2ゲームの序盤です。今度は打っていきました、西山です。こういった西山のプレー、そうですね、とにかく積極的に、そして西山選手が決めることによって佐藤選手もちょっと楽になりますからね。全部自分が決めなくてもいいというふうになると、佐藤選手もいろんな球を出せるようになります。ネットにかけました。少しこの西山のミスというのもこの試合を通して出てしまっています。やはりこのでも今後初めてということなんですが、はい、経験というのも一つ大きなものになるんでしょうね。そうですね、混合ダブルスは特に経験がものを言う競技ではあるので、はい、まあ、西山選手は無理をせずに落としていけばいいと思います。あまり積極的に攻めよう決めようという気持ちではなくという部分もありますか。そうですね、今ちょっとネット前でのつくプレーで、ちょっとミスが目立ちますので、素直に落として上げさせて佐藤選手に上から打たせるっていうスタイルに変えてもいいと思います。なるほど。ここは西山を狙っていきました、神村米本、4ポイント差。神村米本ペアは西山選手を狙うというのを徹底してますね。そうですね、佐藤を打たせず佐藤に上げさせてというポイント。ここも佐藤まず狙って、そして西山へ、今度は佐藤を狙っていった。今までがずっと西山選手を狙っていたので、佐藤選手もちょっと西山選手をカバーしようというふうにちょっと2人の間が狭くなってるんですよね。なるほど、この距離感。はい、そこを佐藤選手のストレートをついたのでエースに決まりましたね。よく組み立ててると思います。この辺りはまだともに22歳というペアですが、経験は豊富です。2016年のリオデジャネイロオリンピックも視野に入れているという神村米本のペア。池田さん、塩田さんに続く存在を狙っている2人。ミトへ、今度は米本です。大きなリードになってきました、10対3。このゲームを取れば神村米本予選からの初優勝、これも快挙になりますが、はい、もうずっと攻撃スタイルを貫いてますね。今は一度も佐藤選手と西山選手に攻撃させない形で連続ポイントを奪っています。そうですね、5ポイント連取で早くも第2ゲームのインターバル。
11対3、8ポイント差まで広がってきました。改めて佐藤、西山はここからどんなプレーをしていきたいところでしょうか。この攻撃、西山が今狙われるという状況もありますが、はい、ちょっと西山選手は今スマッシュに対して怖がっているところがあって積極性に欠けているんですよね、はい、なので無理して上げようとせずにとにかくシンプルに落として上げさせる、落として上げさせるっていうのをシンプルにやってどうにか攻撃につなげないとちょっと今難しい状況になってますね。この流れをまず切れるか、インターバル明けというのも重要でしょうね。そうですね、ここで2、3点返すことができますとまた相手にもプレッシャーになりますし、またここで楽に点数を与えることによってまた米本、カムラにのびのびとプレーをさせてしまうのでここのポイントは重要です。切ってきました、11対4。コーチのアドバイスなども受けた後のインターバル明け、さあ西山のサービス打っていく、西山へ、2人の間よく返している佐藤、これは見事、さすがですね、見事な返球でした。体の正面へのショット、このミックスダブルスはサービス周りがすごく重要になるんですよね、はい、やはり攻撃をした方が強いのでサービスが浮かないで逆に一発目に上げてもらうようになれば佐藤選手はスマッシュを打てることになりますので西山選手のサーブは重要ですね。ここも上がった佐藤、攻撃する佐藤、西山、今度はカムラ、一度ここは返します、アウト、西山のショットがアウトで12対5。ちょっと今西山選手もバランスを崩しましたね、前から後ろに下がって打つ球だったんですけれどもちょっとバランスを崩してアウトになってしまいましたね。ここでまず1点切りたいところですね佐藤西山ペアは。でも今は7歳年上になる佐藤が西山に温かく声をかけていました。これも西山のミスです。13対5。このあたりは塩田さんも3歳、はい、3学年上の池田さんとのペアでしたけれども、はい、試合中どんなやり取りを選手はしながらプレーをしているものですか。そうですね、とにかく励まし合って大丈夫大丈夫って言いながらプレーをしていましたね。きっと佐藤選手も今西山選手がちょっと怖がって思い切りがないので、まあ、思い切ってやってっていうふうに言ってるのかもしれませんね。14対5、カムラ米本が9ポイントリード。画面手前の佐藤西山苦しい展開、佐藤よく返す、西山一度上げます、カムラスマッシュ入っている。西山の方を狙ってみましたがこのショットもただ厳しいコースです。田村選手のスマッシュが乗ってきましたね。米本選手もよく前で触っていますし本当に今2人のリズムが良くなっていると思います。持ち味の連続攻撃、速い攻撃が見られています。ここは西山決めてきました。西山がこの流れを切りました。佐藤西山としてはこの後佐藤のサービスで連続ポイントが欲しいですね。はい、入っている。ここもコントロールでこのサービスを切り抜けます。田村選手もうまかったですね。そうですね、テクニックのある佐藤に対してこのカムラも引けを取りません。ちょっと今は浮いてしまいましたか、はい、でも同じ決め方でしたね。やられたらやり返すという佐藤選手の気持ちが見えましたね。なるほど、少しでもこの点差を縮めたいサービス。前ネット広く拾った、カムラ、佐藤が上げて、ここは無理に打ちません。入っている、西山前落とす、一度ここは上げます、カムラ
西山狙う、よくカバーしている佐藤、うっとネット際、このコントロール、佐藤選手もよくカバーしたんですけどね、まあ、鎌田選手が思い切って前に入ってまた後ろに来た球に対してうまくフェイントドロップを落としましたね。これ今あの佐藤の体勢が崩れたというのも見てあそこ狙っていきましたかね、はい、10ポイント差です。今まではずっとあそこで鎌田選手も最後スマッシュを打てたんですけれども、はい、初めてフェイントドロップを打って相手の裏をかきましたね。田村米本初優勝まであと4ポイント、ミスです。18対7、点差が開いてきました。これが2度目の大会、佐藤西山に対して無理には打たない、ネットに詰める鎌田米本、西山攻撃よく返す鎌田米本、そして鎌田決めていきます。こらえての鎌田のスマッシュ、コンビネーションが非常にいいですね。米本選手も思い切って前に行ってますし、米本選手が思い切って前に行って返球に対して鎌田選手は必ずカバーに入ってるんですよね。それがすごくいいと思います。コンビ結成4年目ということなんですが、このあたりはそういった部分も息が合ってきているものなんでしょうか。そうですね、はい、12ポイントリード、さあ鎌田米本にチャンピオンシップポイント。鎌田選手が後ろでしっかりカバーをしてくれてますので、米本選手はどんどん思い切って前に触れるようになっていますね。米本のサービス、スマッシュ、鎌田決めました。最後も鎌田の強打、鎌田米本22歳のペアが初のタイトル、この全日本総合予選から勝っての初優勝、はい、いや2人のコンビネーションがちょっと差になってましたね。やはりその経験、混合ダブルスとしての経験というのが鎌田米本勝ったということが言えたんでしょうか。そうですね、やはり混合ダブルスは、まあ、私も経験してとにかくコンビネーションと経験がものを言う競技だというふうに感じましたので、まあ、その点では鎌田選手と米本選手は若いんですけれども、まあ、4年間一緒に組んで練習してたっていうのが、まあ、今日の勝敗を分けたのかなというふうに思いますね。塩田さんも池田さんと組んで3年余りでオリンピックという子たちに結びつけましたが、はい、そうしますとこの鎌田米本もこれからまたさらに大きな舞台というのも、はい、このままペアを続けていけば期待が持たれるところでしょうかね。そうですね、今まで日本のバドミントン界はなかなかミックスダブルスで世界に挑戦することがなかったんですけれども、こうやって若い団体選手が日本一になって、そしてこれから世界をリオを目指すってなれば、日本のミックスダブルスのレベルもどんどん上がってくると思います。放送席若いチャンピオンペアの登場です。鎌田選手、米本選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まず米本選手、初優勝ですけれども、どんな気持ちですか。自分たちは国内の試合でもまだ2大会目で未熟な部分も多いんですけど、自分が弱気になる、時にはやっぱり鎌田君が引っ張ってやってくれたので、すごい感謝しています。鎌田さんは、はい、4年目だったので、まあ、この大会でしっかり結果を残して、やっぱりこの種目はやっぱり池田翔太ペアが抜けて盛り上がりが少ないと思うので、ぜひこれから自分らが盛り上げていきたいなと思います。試合の序盤にちょっと引き離されましたね。あの時はどんなこと考えてたんですか。そうですね、やっぱり出だしはあまり良くなかったんですけど、まあ、後半自分らのプレーができて良かったと思います。何かきっかけありました。そうですね、まあ、きっかけというより自分らでしっかり話してもっと低い展開っていうのを心がけてやろうっていうのができていたので、まあ、それから良くなったと思います。米本さん、予選から出て
チャンピオンまで来ましたよ。はい、でも自分たちはあのナショナル A チームの先輩方とも十分、まあ、やり合えるというか、自分たちの力が出せればチャンスはあると思ったので、それをしっかりものにできたのは良かったと思います。今大会何が良かったですか？今大会はやっぱり自分たちの低い展開と速いスピードを出して、まあ、先に攻撃に持っていけたところは良かったと思います。声も出てましたね。はい、そこでどんどんいけいけみたいな気持ちでやっていきました。ナショナルチームのバックアップメンバーとして今までやってきましたけれども、さあ4年後という目標があると思うんですが、それについてはどうですか？はやっぱり自分たちがやっぱり目指していく気持ちを忘れずに、出る大会しっかり課題を持って帰って、まあ、所属は違うんですけど、それを克服してペアとしても良くして目指していきたいと思います。カメラさんはどうですか？オリンピック、そうです、まあ、4年後なんですけど、今の段階が大事だと思うので、しっかり国内試合も海外試合も2人で頑張っていこうと思います。共に22歳という若いペアの優勝でした。おめでとうございました。ありがとうございました。